石原さん、ウェブの畑をね、まずはこう耕してですね、種を植えるわけですよ。でそこに水をかけたり肥料をあげたりするんですね。まあ、この活動ってのはネタを探したり、YouTube で動画を作ってみたりとか編集したりとか、まあ、そういったものになるんじゃないですかね。まあ、いわゆる広く言えばネタという一言に尽きると思うんですよ。でそこに水をあげたり日光を当てたり、たまにね間引きしてみたりとかっていう細かいメンテナンス作業っていうのは、きっと多分ね YouTube で言うとアップロード作業のことじゃないかなと思うんですよ。でウェブの畑っていうのはちょっとウィークポイントがあって、たくさん作付けして育てるんだけども、ほとんどの実はならないんですよ。本当に一部、ほんのちょびっとだけしかならないんですよね。だから YouTube を乱発しても当たるのって本当にわずかコンマ数パーセントなんですよね。ウェブの畑は広大で無限にあるわけですけども、どれだけ作っても育つのはたった一部っていうことになります。でどれが育つのかが分かんないんで、まあ、どれにも期待できるんですよね。であるものは数円のギャラをもたらす、あるものは数万円のギャラをもたらすっていうふうにムラもあるんですよ。でそれは作付けした時点で分からないんですよね。でいろんな台風とかも来るし、アカウントバンとかもあるし、日照りのいい日もあるし悪い日もあるということでね、風向きは変わったりするんですけども、常にその畑に出かけていかなければ刈り取ることができないんですよね。だから常に何かアクションを起こすってことなのかなと思うんですよ。うん、ある程度放置しておくってこともできますけども、放置してる間に本当に放置するんじゃなくて、別のところにまた作付けをしたりとか水をあげたりとかっていう作業を繰り返すことによって、数年前に蒔いた種が大きくなったねっていうのもあるし、ある時は枯れたかなと思ったら、ちょっとしたきっかけですくすくと育ってね、復活していくみたいな、またバズるネタっていうのもあったりとかするんですよね。であとは何が流行るか分かんないんですよ。本当に二足三文のネタをずっと個人的な趣味でやってったら、トレンドがいきなり来ちゃって、で他の人はやってないから独自性を持ってそれがね選ばれちゃったりとかして、全く分かんないですね。農業っていうのはある程度収穫量っていうのは測れると思うんですけども、随分発達しますからね。でもこのウェブの畑で何かを育てるっていうのは相当な天才でなければ一発必中っていうのはできないんですよ。だから私たちはもうとにかくウェブの畑を広大に広げていって、広げていって、広げたところに薄く広くね、いろんなものを作付けしていって、で行き渡ったなと思ったら、薄く広くやったものをちょっとだけ上積みを増して、また薄く広くを積み重ねていって、どん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 ね堆積させていく作業を日々やっていくのかなと思うんですよ。そして人生のどこかで収穫物だけで残りの人生をやっていけそうな目星がついたら、だんだんとそのウェブの畑をもう自然に任せていくってことにしたりとかね。まあ中にはね、ウェブの畑がそこそこ育ったらそれをバイアウトする人もいますよね。ブログを販売したりとかね、YouTube のアカウントチャンネルをこれ売ったりとかっていうのもありますよね。まあ本当にでも原価ほとんどゼロで、水を引く水っていうのはそうですね、電気代ぐらいじゃないですかね。あとはね、流通網は光回線、インターネットぐらいのもんで、こんな世の中ですよ。で私もだからね、その畑を耕してる農民のような気持ちでやってるところがあったり、あとその工場を経営してるような気持ちだったりしますね。工場の経営って3000万ぐらいかけて人を雇って設備をどしっと敷いて、で設備投資を何千万かした後で毎月何十万とかっていうのを回収すると思いますけども、まあ原価なしで工場を持ってるみたいな感じです。従業員はテクノロジーであったりアルゴリズムであったりして、成果物作ったものっていうのは無料コンテンツ、電子コンテンツですよね。電子コンテンツを量産していって、そのコンテンツが販売できているってことかな。そんな感じですかね。だから工場とか農業に例えてウェブの方もまあやってますね、私はね。いってらっしゃい。